じゃあちょっと見てみようかな。よし、2ちゃんに貼っとくね。何その大規模禁止版。今どき2ちゃんとか。2ちゃんとかって、うん。だって、いるつーでー、うん、話題になるとこってもういる、2ちゃんしかねえじゃん。あー、なるのまだ。話題っていうか、それが立ってる。まあまあ、まあうん、今配信始まったので、あまりやばいことは言えねえ、今。はい、よし。はい、というわけで始まりました、ミラージュの、ミラージュ6波のセキュララリズム配信に来ましたね。音乗ってんのかな。登録してるはずなのにライブ通知が来ないぞ。配信中。あれおかしいな。これも自分でモニターしよこう。あ、来てねえ。あ、来た。来た？来てねえな。これ6波さんのだな。まだ来てないな。ちょっとラグがあるかな。あ、でもマルチモニターだとやっぱ、あれ？時々ペンタブの、座標検知がおかしくなるんですよ。なんかショートカット触ってんじゃないの？いや、画面切り替えというよりはね、ほら、なんて言うんだろう、その、うん、ショートカットはさ、画面を、1、2をその切り替えるショートカットは一応設定はしてるんだけれども、そういうことじゃなくてね、なんかね、その、切り替えた方の、アクティブな方のモニターのセンターがずれる感じ。で、再起動すると治るんだけどさ。あじゃあドライバーがあれかな、うん、もうね PTZ630 かだからもうサポート外なんだよね。え嘘。うんあれもうサポート外。えサポート外になったの。うんそうそうもうねインティオス3はもう遠の昔に切り捨てられてますよ。マジか。バンブー後継のインティオス買えばいいんだよね、うん、バンブー後継なの。今のインティオスってバンブー後継なんだよね。うん、なのかな。あれインティアス3後継は何なの。何やるの。まあ、プロとかってやつ。そうそう、プロになった。うん。プロだってもう4万とかするでしょ。開けんだよね、なんでも中華ペンタブにしようかなと思うな。中華はでもドライバーがまた違うから余計にイライラするかもしれない。ああ、それはそれでなぁ。あったもんですわ。あれまだ始まってない。あれ始まってる。来ないな。うん、来ないね。嘘、こっちね、ちゃんと見る。ライブ通知が来ねえな。ちょっと待って。なんか見てれば来るかな。あ、来た来た。はいはい。ライブ通知来ました。オッケーオッケー。あれなんか、ほんと YouTube のアプリ使いづらいな。え？アプリとかは入ってる。違う。iPad の方で見ようと思ったんだけど、どこで見りゃいいんだこれ。わかりづれ。なんだよこれ、ふざけてんの。あと、なんだろうね、なんかミラージュさんのチャンネルはいつも重いな。重いっていうか、デフォルトで HD 設定にしてくれない感じ。あー、それなんだろう。嫌がらせかな。なんだろうな、サーバーが嫌がらせしてるのかな。俺の設定悪いのかな。いや、どうだろう。でも 720p の、60フレーム ?30 フレームか。ぐらいだったらそんな極端な設定でもないしね。ストリームの最適化を視聴者との交流向けに最適化、低遅延にしてるからなのかな。これのせいかな。ああ、それはあるかもしれない。これもともとこの設定じゃなかったかな。そうなの？よし、これ映ってんのかな。チャットも送ってみる。どこだ。ピロン、ロッパ古川、こんばんは。ピロン。キチガイ来た。パンダパンダ。バルバル。自分でセルフ読み上げてみる。これどうやっちゃうんだっけ。ほいじゃ、はい、アップロード動画しか出てこないのなぜ。え、アップロード動画適当に見てればライブ通知来ない、アノテーションで。ちょかえねえな。これだから来た来た来た。民芸さんはいます？はい、出席中かな。いますよ。ああ、よかったよかった。
児玉さんの気違いトークに怒って帰っちゃったの。もういつも怒って。冬帰った。いつも怒ってます。え、おかしいな。他に怒る要素が。あ、同じやつだな。あるぞ。そうだ、こっちで見とこうか。あと、やっぱりファルコンはなんか OBS で配信しようとすると、なんか変な挙動というか、真っ黒になって帰ってこれなくなっちゃったりするんだよ。ああ、まあ、あるかも。で、次、そのほら、一度再起動して、戻ってきたときに、またなんだ、スプラッシュ画面に入ったときに落ちたりするんで、ちょっと、ファルコンで配信するのっておっかないな。あ、そっか、32ビットのやつキャプチャーしてるからなのかな。なのかもしれない、そういう。よし、どうかな。こんなもんかな。よっこらしゃ、皆さん、位置調節し。あ、でも最大画面にしたら、コメントが見えないのか。何この、何すかこの、何この気違いフレーズ。ケモフレーズ。何この気違いフレーズ。頭おかしいだろ。よし。あれ、これでいいか。でも、で。じゃあ今日はどうしましょうかね。あ、やべやべ、入ってた。あー、スロットル。そ、うっそ、なんで、なんだなんだ、なんだ、暴走しとるぞ。マジか、おい、ちょっと待って。あれ、なんで、なんで、なんで。あれ、おかしいな。ま、あれ今、配信の方で俺が暴走してる様子が。あれなんでスロットルが、あれスロットル軸がうまく認識されてない。ちょっと待って。ああ、なんかあれだね、何か入れて外したりして。ああ、ちょっと、うん、かもしんない。ちょっと一旦落ちる。なんだよ、ちょっと一回再起動というかデバイス再起動してくるよ。あれ、今さっきほんと直前までファルコンやってたのにな。それのせいだな。ファルコンやってるから眠いんだ。眠い。まあ、眠くて眠くて。よし、じゃあファルコンも続けてやろう。それやったらもうていいやな。本当に寝るって。よし、それやな。ちょっとチキンさん来るまで。チキンさん来たら、ね、朝まで基本、こう、獣フレンズの悪口を言って。なるほど。チキンさん、ケモフレ、あれだっけ、推しだっけ。いや、知らない。まあまあ、見るか。見るかっていうか、うん、見てて不思議はないけど。よいしょ。じゃあ。ケモノはいても、ケタモノはいない。いるじゃん。どうに六波なるケタモノだ。六波なる。世界の中心。エムちゃんの中心。うん、で何？なんか叫ぶ。けだもの。ことロッパ。何この？違う。お腹痛くなってきた。どういうことですか？あれおかしいな。なんでだ？トロットルもだし、キックもラダーも全部効かなくなってる。それはアサインが外れたんだね。っていうか、プロファイルが違うんじゃないの、うん、ファルコンと。ちょっと待ってよ、これ。あれ？プロファイルにてファルコンとで共通にしてるんですか？コントロールパネルとか、マネージャー？うん。も共通だよ。っていうことは、イルツの方の設定が飛んでる。軸が外れた。飛んでました。何これ。あれ？なんで？コンフィニーかなんかが。なんてことでしょう。ちょっと待ってよ。一回設定し直すよ。じゃあ。でもって
どうだろう、そしたら。あ、戻った。あ、逆だ。軸が逆になってる。なんてことでしょう。それにしても、いつも小玉さんは滑走路上に早く早めに出てこう、並ぶのを邪魔するよね。うん、いち早く なんでなの、いつも。頭おかしいだろ、こいつ。なんでなの。あ、わかった。また一番気やりたいってことか。またか。もう勘弁してくださいよ。わかった。許して。あ、この、まただ。れれれれ。あれれって。サーバルキャットの真似をしようとして失敗したらしい。サーバルキャットそんなんだっけ？あれれみたいな、ちょっと棒読みっぽい感じじゃん。そんなんだっけ？うん、だったと思う。自信がなくなってきた。サーバルキャット？ウッシーキャットとは違うぞ。はぁ、あ。ごめん。今日はちょっと小玉さんに当てられてしまった。はぁ、あ。いや、まあ、俺、あっちゃまぁ、あ。おかしいだろ。あれ、こうか。これ誰ですか？ごめんなさい。三重さんだ。フィルターはどこに仕込んだっけ？ああ、元に戻んね。あれ？こっち？フィルターどこにしよう、あれこれもしかして、あー設定が飛んでる、マジか。設定なんで、何を消したの。いや俺いつの設定何もいじってないはずなんだからな。ほう、ってことはモニターを増やしたからだな。いろんなトラブルがモニターを増やしたことによって。ちょっと待ってね。フラップとか、あの辺もちょっと、設定し直さないとか飛べねえな。よし、もう一回行ってなそう。おぉ。ボリューム。よし、行ってなそうと。すいません、ちょっと適当に始めちゃっててください。いや、ちょっと、久しぶりにタキチングからやろう。ブレーキの軸。あ、でもミラーも一緒に開くようにしないとダメなんだよな。ああ、アーチのところの。そう。ちょっと小玉さんもう一回戻ってきてくださいよ。はい、いないのかな。離席中かな。あれ、離席中かな。おかしいな、でも、キーボードのショートカット設定はちゃんと生きてんだよね。ってことは、やっぱ軸の ID が変わったんじゃないの？かな、うん。一旦なんか抜いて、でも抜いて刺しても大丈夫なはずだよなぁ。だと思うんだけどね。ID の割り当てが違うんじゃないかな。なんかどっかで変わったんだよね。なのかなぁ。まあいいや、とりあえずこれで飛ぶか。あと何か設定し忘れてること。あ、フラップだ。フラップがない。あ、リフラグしちゃった。でいいんだ。よし。
滑走路行っちゃっていいかな。児玉さんは？よし。どこだ？しょうがね。ヤマピーはこれ開いてんのか？開いてないよな。閉まってるよね。よし、じゃあライティングリスタート。そうか。やっぱどっか行ってたんじゃん。やら離席してたらしい。リフライしてくださいよ。リフライ？はい。これって基盤順に出るには、あ、これ基盤順に出てんのか。出てない、ね。出てるはず。もうなってるよ。1、2、3、出てる、出てる。あ、スモーク。スモーク仕込んでない。ボーグルスモークはどこだったかな。ボーグルスモーク、スモーク。あれ、あ、ウィングチップ。これで。どうかな。よし。アプライト、これ。あ。え、よし。これで一通り大丈夫かな。キャノピークロールズレディー。キャノピー、キャノピークラーな、よいしょ、じゃ、こう、あ、いかん、逆だった、決めてた、よし、ライト、オン、はい、タクシーアウト、ドリームセット、クラブテイクオフ、よいしょ。そうだ、初言を見るからやっぱハッドは出したらいいんだよな、これ。よし。さっき児玉さんライトにいたな。じゃあ今日は4ライト。俺の方か。ワンキャノピアームスモーク VTR オン。ツーキャノピアームスモーク VTR オン。スリーキャノピアームスモーク VTR オン。ちょっと早めも始まってた。え？ちょっと早かった。フォーライト。うまく飛べるかなと。これでエブレキエンジンチェック、マークチェック、サッカーバーワーク、オッケー。まあ今日どうしよう、なんか前半ぐらい、前半だけやっとこうかな。ちょっと寝ちゃうかもしんない。よし、チェック、オッケー。
はい、ブレーキホールド、プッシュパワー70、パワー70、ブレーキちゃんと設定してますよね。ワン、リリースブレーキ、ノッ、あ、どうしました？ん、すごい加速したな。全部見ておいてんな。あー、危ない危ない。どう出た？あやべやべ。パワーク。あららららら、終わりでー。はい、ワンスマック。変なとこにいるな。ローラートレディー、ローラート、あ、スマック、ギアアップ、シャッパーは70、フラップアップ、フラップアップ、タリフト、ローラートレディー、ローラートの、一応今配信しますよ。見れる。不良ゲー。パワーアック。はい、ノーマルパワー。ロールアウトレディー。ロレターの、タレとネクストファームリック。ちょいボーナス。よし、見えた。あー、建物出んの遅えよ。くそ、外した。しょうがねえ。エプロンベースやろ。はい、行きます。ファンブリック。はい、バンク。はい、G。2.5。
あーベスト。ロレット。ターンレフト。はい、2000レベルオフでいいし、あー5達した。どうだった？コントロールチェック。よいしょ。よいしょ。なんか残るな。本当に鳥を押し込むのを忘れてた。うーん、苦しい。ダイナフト。ネクスト、チェンジオバターン。4番機はどっちだ？4番機は下側か。下ですね。下か。あれ？え？あ、違った？あ、上だ。上？ん？上でいいんだろ？もうちょっとだけ下げる。この山越えるときやっぱ1200ぐらいだったらいいんだろうね。修正が多くなるのが嫌だね。ちょっとロールレート速くする。よし、もう修正しない。もう修正しない。チェンジャーボタン。ごめん。あ、FM とな。ちょっと G がきついかな。いいや。G がきついからこのままいったり。メイク出た。もうちょい来そうです。もうちょい来そうです。もうちょい下がる。もうちょい下げ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 る。むず。あと60だ。30だ。外側難しい。スモック。チャリー。ロロト。
えいしょっと。わ、70。ナイト。ロード。ネクストリンフォール。5番機につこう。レディー、バラタ、よし、ヘディング飛んだ。ちょっとだけ修正、ちょっとだけ修正。ヘディング330。はい、バラタ、よいしょ。はい、レインボールいきます。レインボールバーッと、はい、4G 確率。ごめん、入っちゃった。よいしょ、よかったね。よいしょ、オッケーオッケー。パバーク61スモック、ブレイクレディー。ノッ、ちょっと緩める。4000、もうちょい緩める。ボール入っちゃった。2000、もうちょい緩める。今 2G、 もうちょい緩める。今 2G、 今500。あれ、全然高えな。センター外した。ワンスマック。ワンターニングレフト。ハンドレット1400上昇中。今引いてるんですよ。あ、引いてるんだ。そうだそうだ。あー、高かったの。なんだ、俺パワー戻しなかったのかな。トリム400ノットだからね。トリムが、うん、かなり浮いちゃうね。多分辛いんだと思うよ、うん。抑えるとまたね、変なバラなんだね。フォーポイズ入っちゃう感じだし。やべ、まあ、370ターンライト1460。でもまあこの辺の加速はやっぱり F16 よりいいんじゃないのかな。あ、いや F16 からにだったら16の速いと思うな。こんなもんか。なんか300ノットあたりの加速がすごいダルな感じがするんだけど、喋ってるとやっぱダメだ。ちょっと黙る。ちょっともうちょい待ってね。ララタ、ネクストチェンジバルブ取れるだろ。トレイズ、小玉さん入るよ。ターンライト、はい、プッシャーパワー70。よいしょ、はい、ちょいコード落とすよ。ちょいコード落とすよ。ちょいコード落とすよ。ローラータレディー、ローラータ
しょ。あー、会場微妙にずれた。ちょっとだけ左修正する。ちょっとだけ左修正する。ワンスマック。はい、取られた。はい、レベル。はい、もう修正しない。はい、取ります。もう修正しない。チェンジバルブベート。よいしょ。 4G ダイヤモンド。ライタラールレディー。ライタラールの1、2、3、4、5、6。あー、もうちょい引くよ。今 4.3G レベルオフレディー。レベルアップのスモーク。きつい。200フェイトぐらい降りちゃったから4番機は今100アボートコールを待って60ぐらいだったかな。よいしょ。チャリターンライト。よし、しょうがないかな。ロッカさんの見せ場まではやってあげよう。出たいと。いつも何かコールをしたがる。あ、そうだ。ロッパさんが言う前に俺が言っちゃおうかな。あれ、何だったっけ。え、何かあったっけ。俺覚えてない。ゴースピア。そう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 。で、俺なんと3って言えばいいんだっけ。そうそうそう、ロラと。いや、ロラエディって言うよ。うわー、うわー、よし。あ、チキンさんに言ってもらっちゃうのどうだろう。クソ。いいとこのいいとこ。いいとこなの。いいとこなのかどうかわかんない。ネクストレタイト。タレタ。よし。あ、そう、レタイトダイヤモンド全速で回ればいいんだっけ。うん、全速で回って。ララタレディ。やべ、演目忘れてる。はい。あ。トラトーの。よし、ちょっとごめん。ワンソック。レイタイト。レイト。今、ぶつかんなかった。ごめん。違う違う違う。え、俺じゃない？いや、児玉さんがすごい勢いで。マジか。大丈夫だった？いや、掘りったな。やっぱり。重大インシデントや。ゴスピア。てか、あ、俺、あちょっと早いよ。うわー、ダメだ。抑えちゃうとダメだな。あとミラーの消し方ってどうすんだった。キーを浅いしないとダメだと思う。ダメだっけな。ミラーがすげえ邪魔。コントロール Q とかじゃない、あれは。だかな。デフォ。あと90度。コールってなんだっけ。オッケー。はい、オッケー。うっそ。オッケーだ。だいぶブレーキと思ったらあれが出てきやがったぞ。変態用のなんだポジションボックスみたいなやつが出てる。チャーリー。あ、止まらない。止まらなかった。プシャパワー70。変態飛行用のレベルアフマーキングが。
れた。どう合わせる。よいしょ。エクソフォーシップ。全然遠いな。ダイレフト。チャーリー。あったあったあった。よそ見してた。なんでよそ見をする要素があるんだよ。やっぱり割り当ててないんだ。ミラー消えねえ。なんかミラーがあったよ。あれ、これ児玉さんじゃん、逆だ。やられた。ひなさん今会場。会場東か。え、俺の前にいるよ。あ、いた？あれ？あ、いた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 。なんだこっちじゃん。パーバック30。距離開くとアイコン見えなくなっちゃうんだよ。だいたいあれか。配信画面の方でリーダーキーで一応チェックしたぞ。あー、レフト。配信は俺の方また止まってんな。なんで 30？ なんで？なんか早いよ。あ、遅いんだよ。30だよ。めり込んでしまった。もうコリジョンで死なないだけありがたいと思ってくださいよ。コリジョンがあったらコリジョンあるだけの集中力であるから。絶対やんねえこの男。お前そういう男だって書いて。10秒前のリーダー機の位置があそこだから、ここでドミシャルの、ジョイナ。今、成瀬川ジョーク。270。1000。ああ、大丈夫。なんでこんなに遅いんだ。なんか270って言ってんじゃん。いやぁ。誰だ。俺を惑わすためだけのスローフライトですよ。250。だ、絞ってもなかなか落ちないね。250。すげえ、Z 線だ。250。垂れた。俺がジョインアップした途端に曲がった。待ってたんだもん。あ、それは当たり前じゃん。ありがとうも。当たり前じゃん。嫌がらせをされたかのような言い草でしたけども。よし。何する？
え、もう降りんだよ。ロッパの方が限界だ。だから今トラフィック、だから今トラフィック回ってんじゃないですか。いやー、フラップテイクフレディ。まだよ、まだ降ろさないよ。あれ、まだ降ろさないよ。一気に降ろしちゃった。まだ降ろさんよ。ロールアウトレディ。ロールアウトレディ。ロールアウトな。フラップテイクな。ネクストイヤーダウンレディ。ダビーも来てねえんだよ。もうせねえだな。はい、ゲダーン。プッシャーパワー50。エアブレーキレディ、エアブレーキナップ。慣れた。フラップランニングレディー、フラップランニングナップ。よし、揺れる揺れる。もうちょいパワーしてくる、もうちょいパワーしてくるよ。130ターゲット、もうちょいバンク戻す。もうちょい戻す、パワーバック。はい、ロールアウト。よいしょ。だった138。スロットル買った。よいしょ。当てた、当てたな。のぶけだ。よし、フルブレーキレディー。はい、フルブレーキな。はい、ブレーキリリース。うっそ。あー、ちょうどだ。あとパワー20。はい、エアブレーキフロー、フラップアップ。加速する。後ろの方でぶつかってんだから。光の回り方で絶対わかる。今16だった。18だった。20だった。はい、リリースパワーだ。絞る。今14になった。ゴートレイル、ターンレフト。
うわ、なんかここすごいミューが高い気がする。なんかここでガクッと落ちるぞ。上り坂になってる？いや、坂にはなってないっていうか、多分坂にあ設置できないからね、コリジョンつけるとタキシングが結構難しいでしょ。いい加減なことやってるから、ね、気にせず通り抜けるのが一番なんじゃないかというのちょっとね、速度も安定しなかったんだよ今。あ、そこそこ今10乗った。グリパラス、スローダウンチャリライト、よいしょ。どこだっけ、あれ多分もう一個向こう、ここかな、多分ここだよ。はい、俺次ターンレフトしますよ。ターンレフト、多分こっち、こっちだよな。そうだよね、ここでいいんだよね。なんかいつも間違いんだよな、ここ。で、俺がここだな、じゃん。うん。これはこの白線越えたあたりで、ターンレフト。あ、一つ違うじゃねえか。ランディングライトつけての忘れてた。よし、はい、エンジンカット。こんなもんかな。キャノピーオープン、ナビライト、あ、よし、チョークイン。あ、またなんかエンジン回っちゃった。よし、疲れた。見てやろう。フレンドリーアクロス、フレンドリーアクロスデストロイドに出てる。あれ、あ、そっか、コリジョンのせいか。ぶつかってるか。あ、落としたー。落としたー。よいしょ。よし、とりあえず前半は。あ、俺もなんかやったことになるのか、これ。そうそう。あ、そっか、そうだな。うん。ひどい。ひどい話だ。ひどい話だよ。あーたた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 、うーん、やっぱり肘掛けに、肘掛けというかあれだな、何か肘を置くものがあった時の方が安定するな。そうそう、うん、やっぱりしますよこれ。肘方向の操作でちょっと煩わしくなった。外した途端に安定しなくなった。ブルーエンジェルスはあのあれですよ、うん、目いっぱいラダーを手前にしてシートを上に上げて、はいはい、膝でかずっと突っ張る感じ。そうそう、膝で、で、あ、なるほどね、もっと膝で手を支えてるんだって、あれ。おー、だからやっぱり、いやでも、うん、確かにそう、変態飛行はそういうなんかあのちょっと固定してからやった方がいいとは思う。この間ほら、写真に写ってた、スロットル側の茶色いこのミニチェアというか、ダイソーで買ってきた200円のあれがちょうど、それ、ストッピック側の容器にはいい感じか。あれ、スロットルっていつもあそこの高さでやってんの？いや、違う。スロットル側に、お座布というか、箱の上にこの座布団巻いたやつを、肘置きですか。あれ、逆なのよ。置いてる場所が。スロットルの高さも、もう下げてんの？というよりは椅子の座面が上がって相対的に下がった。ああ、掃除官と同じぐらいの高さの方がやっぱりやりやすいと思う。なんかあの、ね、だとちょっとなんか低いのよ、掃除官はちょっと低い方が好みかも。なんかでもほら、実機の T2 とか座ってみるとさ、やっぱスロットルすごい下にあるなと、うん、そうそうそう、なんか遠いなって感じがするのに。多分あれやっぱりかなり下の方がなんか左右は見回しやすいと思うけどね。
ね。ああ、左肩が邪魔になる。そうね、うん、肩が張らないからさ。そうそうそう、うん、それはあるかもしれない。多いとはあれなの、あのこたつのスイッチがちょっとあの操作できなくなっちゃうよね。こたつ指が短いので、あとはやっぱフリクションはもう一番軽くした方がいいかな。フリクション俺なんか軽めになってて 1,2% 気がつくといつも出てんだよね、一番嫌い。 あれって、まあみんなあんまりパーセントで合わさない、まあうん、パーセント気づかないんだよ、ね、って感じじゃないから、うん、みんな気づかないんだけどね、あれ 1,2% だと気づかないんですけど、うふふうふふなんでそのものまでが入るのかって。なんでこの離陸から遅れてるらしいな。なんでイル2設定飛んじゃったんだろうね。なんだろう、俺何も悪さしてないんだけどな。多分やっぱジョイスティックの ID 変わったんだろうな、それ。なんかの表紙に。ね、何度か、あれ、ほら、普段さ、スロットルとスティックを、常時俺繋いではいるんだけど、掃除するときに外しちゃったのよ。うん、あとは、でもね、外すだけだとそんなに変わることないと思うんだけどな。ね、あとは、ね、ファルコンやるたんびに、あれ軸の配置の、アプライをしてるくらい。それでも変わる。だって、ジョイスティック1個しか繋いでないでしょ。うん、そうそう。なんで ID が変わるってことはないと。あ、そうだ、今まで全面ポートの USB でラダーもスティックも繋いでたんだけど、ラダーはちょっと配線が無理するようになったんで、背面側に繋いだくらい。でも、イル2は、あれ？イル2は ID って、Windows 並びで見るんじゃなかったっけな。なんかファルコンコロコロ変わるから昔。ファルコンはそうそう。なんかあると吹っ飛んでるから、イル2が飛ぶとは思わなかったんで。まあちょっと次回、というかテストフライトやってきゃよかったな、事前。今回はでも先週よりはなんかついていってる感じ。でもあれ、それ一番きゃいいからだよ。まあ、それはある。一番きゃいいからですよ。信用できる、できないっていうのは。いやー、今日食い込んでてね、4番機の位置取られてたよ。小沢さんがなんか1番機のケツ掘らんばかりに、同接近してるから。もう視界に入って、うざいことうざいこと。撃墜してやろうかと思いましたよ。なんで3番機と4番機が張り合ってんのよ。おかしい。うん、おかしい。俺の位置はここですじゃん。ですじゃんって、なんでですじゃん。わかんない。とりあえずですじゃって言っとけば、許されるかなと思った。さあ、ワンブレイクはどんな感じだったかな。まあ、下から見たら、あ、まあ、別に悪く、もう悪くないんじゃないかな。良くもないけど悪くもないですって。むしろ4番機の位置が悪い。4番機は全てを台無し。いやいやいや、4番機は内側入り込んでるから大根食い込んでる。違うよ、違う。4番機はね、人間さん側に寄らないとダメなの、これ。スタックダウンだから。下がり程度だから、うん、ちょっとあの、なんて言うんだろう、ずい下がってるように見える。そうそう、だからね、左、今のパターンだと左に寄らないとダメなんだ。そうなの？見え方が、そうそうそう、うん、見え方がっていうことね。そうそうそう、うん、あらかじめ言っといてよ。女子ですよ。初めて言ってたぞ、それ。なんすか、この子。そういえば俺、小玉さんには、小玉さんには初めて言ったかもしんねえ。俺、4番機とかやんねえしな。チキンさんがそっとアドバイスしてくれればよかったってこと？そうだ、まだ来てなかったから。あのさ、いいの？チキンさんにあやつけるようになって、ちょっと俺がやっちゃいますよ。まあ、もしかするとこれやばいっすよ。でもチキンさん、さっきから全然反応しないから。完全に、お前らにはもう、呆れ果てて、物も言えない。今、グラブルでやってる。あれ、中かな。あれ、EF 中かな。グラブルで課金で。グラブルで。俺、課金だ。あ、どうそれ、耳の調子は。ん？あ、おう。あんまり。あんまり良くない。なん中耳炎とか、うん、じゃあ、あのね、あれです、ヘッドセットのさ、スポンジがね、うん、もう両方ボロボロになって、そういうことね。取れたのよ。はいはい、うん、で、若干汗かいて、
はいはい、ヌルヌルになってくるとさ、このトゲトゲがね、うん、ああ、わかる、何遍もほら、アルコールとかで拭いてると、あれ、すごくボロボロになっちゃうからさ、そうなんですよ、うん、むき出しになると結構寿命早いもんね、あれ？お？う？ヤマキ上だっけ？上だよ。あれ？なんか今の天井バッターすごい汚かったな。いや、それは俺のせいかもしれない。違う、これ4番機遅れてんじゃん。違うよね。そうじゃん、これ見てごらんなさいよ。違う。ああ、失速ストールしたのね。いや、じゃあ接触、接触。え？接触したの？俺と接触した？そうそう。あ、そうなんだ。もう接触ばっかじゃねえか。まったくもう、へったくそだな。丁寧になってないからな。まあまあ、まあまあ、早くチキンさんも戻ってきて、この何、誰が悪いかっていう謎の付き合いに、そうそう、参加してください。終止符終止符じゃねえなって、始まりだ、これは。そうそうそう。お前があれだ、いや、お前だ。いや、ひどい、見にくいですな。これがチームワーク。まあ、しかしなあ、なんとか、うん、今日はトリムのせいで、トリム設定したかったね、厳しかった。縦系の演技は特に思い出したように言ってたね。トリムがまあでもトリムは辛いと思うけど、ね、入れても反応してるおかしいと思った。もう僕クラスになるとほらトリムアウトは無意識にやっちゃうからさ。いや、っていうか、誰でもや、おかしいな。むしろトリムアウトできない、あれは、どうかと思うな。おかしい、おかしい。トリムなしでやった方が、早く走れるらしいよ。え、早く飛べる。走れるってどういうこと？まだラックス君の TC オーバーライドみたいな。ああ、早く走れてねえじゃん。しかも、まだ配信乗ってんのに。個人名、あれだったら、個人叩きですか？かっこいいですね。ああ、やっぱ俺全然あれだ、上行っちゃってるな。俺が内側にいるんだよ。まあ、来週3画面になったロッパさんがトリムをちゃんと取れるようになって、見違えるようなアブレストーブ。そうそう、あのさ、モニター、最悪3月6日だって。は？何それ？2月23日から、3月6日の間にお届けしますっていう、最初来てて、何なんかしれっとね、お届け予定が3月6日になってた。何その発送したんじゃないの？発送はもうしてんのよ。え、性能がそんなにかかんの？でね、性能の問い合わせ番号に打ち込んで検索すると、該当する番号がありませんでしたって出るの。はぁ、おかしくね？おかしくね、それ。おかしくねってなってる。なんでね、まあちょっと様子見て、いつまでも発送されないようなキャンセルしちゃうかな。え、発送されたっていうことじゃなかったの？うん、発送されたってメールは来てるんだよ。それで、荷物番号もついてきてたんで、検索したら性能には、そんな荷物はないって言われた。ああ、まあ、それってでも1日か2日ぐらい遅れるとかいうことじゃなくて、純粋に発送されてないってことなのかな？わかんねえ。ただ、お届け予定日は最悪3月6日。はあ、なんだそれ。俺だって2週間も先じゃねえかっていうさ。お、チェンジオーバーループ、真正面じゃん。さすがすぎる。でも2枚であんなだから3枚だとマジで俺酔うかもしれない。まあそれは慣れだね。てかね、そうそう、BMS でタクシングしてる時点でちょっと軽く酔ったもん。視界が動く範囲が大きいからね。そうそう、トラック IR が微妙にね、設定が噛み合ってないのもあるかな。まあね、でもね、逆に視界を目を動かさなくても横が、うん、見えるからね。ああ、うん、それはすごくいい。本当に視界が広い。横方向に広いってこんなにいいんだって思った。やべ、じゃあ、レースゲームをやって、ぜひ、ギロギロに寄ってみよう。でもね、クリッカブルコクピットの操作の、マウスのカーソルが追っつかない感じとかがちょっと気になるな。あ、何？フレームレート安定し、マウスの移動量が大きくなって遠いスイッチが
あ、危険な天井バターンだったの。違うな、なんだっけ、あれ天井バターン、そうです、そうです、危険な、先進力が安全ですよ、突き刺されたところだった。全然余裕あるじゃん、これ。先進力良かったじゃん。全然余裕あるじゃん。あれ天井ボルプの後なんだっけ。レタイト、あれだ、レタイト。早く来ないかな、レタイト。レタイトにぶつかってたやつか。だらしいな。これ会場真上でできてなかったかな。どうなんだろう。随分なんか東の、あ、西の方にずれてたような気がしたけど、ずれなかったかな。そうでもないけど、ちょっとだけずれたな。あ、意外にこっち寄ってたんだな。俺もっとなんか西の方に飛んでったイメージだったけど。あ、そや、チキンさんさ、あれ、ケモフレ見てる？あ、見てない。なんかやったら最近話題になってるけど。小玉さん、スモーク切ってくださいよ。え？あ、中に入ったら切るの？レタイト、うん、レタイト。ああ、小田さん、本当だ、つけっぱなしじゃん。何やってんの。そういうプレイでしょ。そういうプレイでしょ。あ、これあれだ、これあれだ、あの、なんだっけ、あれ、対局機、あの、そうそう、あの、ね、レタイト。レタ陰陽玉やな。なるほど、これ投稿中だから。そうそう、これはね、360度書いたらスモーク切るんですよ。で、切り返すまでうまいことやってたのにね。そこで最初ね、歯車がね、最初ね、左にブレイクするとき、ちょっと一旦左に落としてからブレイクした方が綺麗に見える。この辺のノウハウはやっぱりあれだな、あの4番棋戦門の方がずっとやってる人のもんやで。で、ここでブレーキ出すとこが飛び出したと。ずっとって、これ、あれが出てしまった、あの、変態用の何リファレンスが。リファレンスが出た。あー、変なボックスが出てきてしまった。変なって言うなよ、つけたんだから。かまどつけたんだ。あれね、はいはい。懐かしいですよ。あれでももう、あれも、でも、ニゲさんまだ使ってます？私は使ってますよ。あ、まだ使ってます。じゃあ取れないな。俺出し方忘れちゃったんで、もう存在忘れてたわ。俺どれに振ったか自分で忘れてんな。あの、あれでしょ、あのイントレールの時のリファレンスのボックス。はいはい、そうそうそう。あ、そうだ、俺も今度出してみようかな。そうだよ、出して読もうで、うん、多分あれ出したらまた読むんじゃないかな。でもね、あれつけてるせいか、ミンゲさんトレール体験になるとすっと落ち着くんで、あ、うめえなと思ってたね。おっと、今つまりトレール以外が、おっと、いやそういう意味でなく、特にステリーになるっていう意味。あ、もうそれはあれですよ、あのうちの2番機はもう名人芸ですから、そのもう2川で固め、2川で固め、この出現は取り返せねえな。明日の朝冷たくなって発見されんじゃないかね。オーシップインバートもまともにできねえやったタゴ作があって、ドガーン、すいません。すっげえチケーし。まあ、これダメだな。まあ、リファレンスどうやって出すんだっけ、これ。そうや、どうやって出すんだ。ミラーとも違うし。多分ね、ミエさんが活用してることってことは、ミエさんが出し方はどれのキー使うかって知ってると思うから。俺はあれだよ、コントロール Q。だったな。これ何キーだ？何キーだ？コントロールキーっつったらクリスタを終了させるときのキーじゃん。シフトキーがね、あれなんだ。コントロールキーになってる。違う、だいぶブレーキ。うん？違うな、コントロール D だ。レティクルディマー。そうそう。あ、レティクルディマーか。そうだ。レティクルディマーなんてものは T4 には存在しないからってなんか好き勝手に振ってたんだ。結構実際あのイルツーの本来のイルツーで遊ぼうとすると結構キーやすいんで大変なことになっちゃう。だってもうキーがどんどん増えていくからな。そろそろキーのカテゴリー作った方がいいかもなとか思って、もう3年ぐらい経ってるからね、これ。ああ、もうね、もうだって、まあ BOS に移行しようで、そろそろ。だって BOS はもっと作れんの。ミラージさんがスーパーテクニックでとか。そんなテクニックはやだよ。で、訴えられると、俺で。誰？俺なの、今な。ああ、COD だ、COD。コールオブデューティー。そう、あっちはもう解放したっぽいから。いやいや、クリプスオブドーバーでしょ。ん？今俺、コールオブデューティーって言ったのに、そう、あんま聞いてなかった。うわ。
うわ。うわ。今のが一番傷ついたぞ。なことないでしょ。いやー、一生懸命聞いてくれてるぞ。ロッパさんは、そういうやつより、あのね、うん、会話の流れの、流れというか、勢いの方が大切にしてる人間だから。なんだそれ。内容より勢い。会話の流れであれでしょ、俺の絵にケチつけてまた俺が顔真っ赤になるっていう流れはどうかな。あやかあれはみんなに謝った方がいいんじゃないですか。いやいやいや、これが神髄くしがいです。いや、これがくしがいです、神髄や。ダウンウィンドウはどうだったのかな。ダウンウィンドウ俺あんまり後ろ見てなかったからな。ダウンウィンドウもやばかった。どこで分かったの？小玉さんが食い込みすぎなんだよ。ほら見てよ、これ。4番機がいていいんじゃねえよ、これ。られてね、パイロットが潰れて発見されたっていう。ノーズがずっと横にあるから。ランディングの時はね、あの、まあ、後ろにちょっと上につくぐらいの方がいいかな。本当にだからね、あの4番機。全部の機体がね、もうちょっとね、あの、普段よりスタックダウンしないでね。やると設置の時すごい楽。4番機は全部悪い。違う、4番だけじゃなくて2と2と3も。いやいや、4番機に引っ張られてこういう風になって。おかしい。あのね、いや、あ、消えた。消えた。羽の上面ぐらいにね位置するとちょうどいい感じ。あの設置のタイミングが、ね、俺すげえ設置が早かったからさ。そう、設置のタイミングはね、あの上から見下ろしてるとすごい楽なんでね、うん、ほら、あの AOA があるから。そうやね。そうそうそう、あのそれぐらいでちょうどね、あの、うん、綺麗に侵入できる感じなんで、ね、スタックダウンだと本当にストーンと先に降りちゃうから、ああ置いてかれたってなるから。そうそう、なので今度から上にちょっと上げるように、うん、ってことは何？民間さんと小玉さん、それ計算づくでやってたってこと？いや、言ってない。俺今言ったことないから。うん、今日だってあの二人は普通に一緒についてってたからさ。どうなんだろう。いや、でもあんまみんな一緒。まあまあ、俺はあのブルーエンジェルスのあの着陸がイメージだからな。あれはできんのかね、T4 で。あ、まあでもなんかなんとなくまとまって降りれた感じだけど、そのこの後小玉さんがオカマを掘るっていう。そうそう、オカマを掘るって大惨事。俺は怖くて距離を空ける。結果変態着陸としては僕が一番安定していたってことですね。うふふ、近い近い。だってロッパさんちょっと逃げてんじゃん、ほら。うん、怖いもん。逃げてんじゃん、これ。ぶつかれたら楽しそうじゃん。この逃げ腰がね、これまでのロッパさんの人生観を表してる感じが。これがお前の人生そのものだって。誰もお前を愛さない。こう俺みたいにチャンスをいつでも見つけるという気概がない。いやいやいや、めり込んでいっちゃう。遠いな。お前はいろんなことに首を突っ込むが全てトラブルを起こしている。よし。痛い話ですわ、ほんと。お、何の男だ。え、いや、スロットルを定位置に戻しておく。ああ、ガラガラ言ってる。そうだった。ああ。どうしようかな。いや、俺さ、スロットルをさ、このウッドラックにさ、うっかり両面テープで固定しちゃったからさ。え、剥がしちゃう。まあ、剥がして剥がせないことはないんだけど。よし、じゃあ、じゃあ、今日、ストリーミング終了。